間合いを測ってスタートしました。バラついたスタート。9番のプレボールは後方に置かれました。まずは先行争い横に広がって、内から2番のポメランチが飛び出して先頭、4番のインプロバイザーが2番手に引きます。7番の成田ローズはこの争いに加わって3番手、1馬身半後ろ4番手、11番ティントリップ、インコースからは8番のテンメジャーガールと5番タイセイブリリオです。中段に10番のドリーマーゲインが行って、外に並ぶのは13番グランデレジーナ、さらには15番モラトリアム、この一角に14番アルムファーツリー、内から並びかけます。3馬身ぐらい開いて3番名将ひぞっこ、12番モズジャックポット、あとは開きました。6番姫野ジャックから1番セレストフレイム、9番のプレボールと続いています。 600m は32秒8で行きまして、4コーナーへと向かっています。前は3頭が競っています。中に4番インプロバイザー、外では7番の成田ローゼ、内では2番のポメランチェ、4コーナーから直線、今度は7番成田ローゼ、外から先頭に変わった。内で4番のインプロバイザー抵抗する、外から追ってくるのは8番のテンメジャーガール、間から5番の大勢ブリリオ、外から14番のアルムファーツリーも追い込んできますが、前は7番の成田ローゼ、並びかける8番テンメジャーガール、さらに外から14番アルムファーツリー、テンメジャーガール、アルムファーツリー並んで氷、最後届いたか14番アルムファーツリー着油砲。